岩小別名は、危機等に伝わる古代日本の皇族。第十一大水人天皇の第十王子である。司書には自席に関する記載はない。表記は次のように文書によって異なる。本校では、表記を岩小別名に統一して解説する。第十一大水人天皇と、山城の大国淵の娘、彦編との間に生まれた第十王子である。 道母妹には二人の入り姫命がいる。子には岩木別王、水波王姫がいる。上宮記一文には岩小別名公栄の系譜の記載があり、五世孫、ブリ美は、非婚仕王に突ぎか、不当代行を生んだという。仙台九時本義天皇本理では命を生んだ。水人天皇の日を丹波道仕王の娘、新や美女とし、道母兄弟に、 祖別名があると遺伝を記す。また、国造本にでは、四世今ごとして体系被告の名を伝える。関係略経図、上宮記一文に基づく経図岩章別名母は、石川県白衣市の白衣神社境内にある岩章別名簿に事情されている。区内庁上の形式は円墳。遺跡名は白衣五両三古墳など、 命の墓に関して辞書に記載はないが、大正6年に、宮内省により公式簿に自乗された。古墳は、全長約100メートルの前方公園墳と見られ、5世紀中頃の築造と考えられている。なお、墓には隣接して園墳があり、岩木別王墓として、大正6年に、この岩木別王の墓に自乗されている。遺として、水尾神社の社殿では、 岩小別名は猿田彦命の天聖神道を学ぶために猿田彦命を祀る当地に来住したという。岩小別名は当地で亡くなったため、その後、岩木別王は岩小別名を三尾山に埋葬したとされる。境内裏手の山中には六世紀の群衆墳が残っており、うち、三小塚は三尾君祖の墳墓であると伝える。岩小別名について、 古事記では、三尾君の祖、日本書記では、白衣君、三尾君の祖として、白衣氏、三尾氏が、公営氏族と記されている。岩章別名に関係する国の宮津子としては、加賀国像と白衣国像が見える。白衣神社、水尾神社中借原点出店。ありがとうございます。